こんにちは、旭川町内会の久保でございます。今日は資源回収にお集まりいただきました方、車を出された方、本当皆さんありがとうございます。その他ね、資源回収に、本当並々なる皆さんご協力いただきました。で、今日はちょっとね、気になることがありましたんで、この動画を発信しております。それはですね、来月のいつだったかな、20日前後に、なんかその溝掃除がありますよね。溝、お宅の前の溝をこうやってドブ掃除をねするんですけども、一斉にその時に土のう袋っていうのを回覧板とともに配布していると思うんですよ。これがね、6月10日の回覧板のネタの中に、全個配布で、土のう袋が1件に1袋基本的にはねお付けしていると思います。もちろんね、ドブの大きさとかなんだりによっては土のう袋から足りないところもあると思うんですよ。でそれにつきましても、もう本当1件に1袋になってます。で、1件に1袋じゃ足りないところ申し訳ないんですけども、ご自身でもあと袋はね、必要な分だけ調達していただければと思います。というのが、もう今回もそうなんですけども、すでに450枚発注しているんですね。余分が基本的にあんまりない状態です。ですので、あと5枚くださいとか10枚くださいって言われても、十分差し上げられないんですよね。で、そういうことでしたら、もうね、前もって500枚とか550枚とか発注しないといけないんで、これはすいませんけども来年からの課題にさせてください。プラスですね、土のう袋がいるのは今日がだから21日ですよね。6月21日、来月のあと1ヶ月先なんですよ、土のう袋が必要なのが。で、まあ、ちょっと前に欲しいという形にもなりますけども、少なくとも7月の10日にお手元にあれば十分間に合うと思うんですよね、その一斉清掃の日まで。でもこの1週間袋をくださいっていうリクエストが結構多くて、お配りしていったんですよね。やっぱこう1枚2枚って感じで、で今日最後の1枚をお配りしてなくなりました。ちょっと妙な話なんですけども、土のう袋そんなに早く手に入れてどうするのかなと思うんですよ。7月10日にはやっぱ区長さんが集まって土のう袋をね手渡すチャンスもあるんで、まあ、その時に待っていただければ十分手元には届けられるんですけども、こうね、6月中に欲しいとか6月15日に取りに来た方もいらっしゃいますし、1ヶ月以上先なんでね、そんなに今すぐくれみたいなことになるのはなんでかなと思って、まあ聞いてみたんですけども、なくなっちゃいけないからみたいなね、ことを言われてる方もいました。じゃあなくなってもらえない方のことはどういうふうに考えてらっしゃるのかなって、自分のところだけなくなっちゃいけないから先に取りに来てそれで終わりでいいのかなと。同じ町内ですから、どっかの町内の一角が足りれば、2枚3枚と使えばね、どっかの町内の別の一角はやっぱり足りなくなるんですよ。で、その方が自己負担したりとか、まあ十分清掃ができなくてそこは汚くなっているまんま、泥が取れないまんまってなると、結局旭川町内会の、きれいになる、そのすくい上げれる泥の量っていうのは別に変わんないんですよね。で、そういうことを私はちょっとね、なんでこんな現象が起きるんだろう、今までどうしたのかなと思っちゃったわけなんですよ。で、結論ですね、今までこういう問題がなかなか申し伝えで見えてこなかったんじゃないかなと。私も聞いてませんしね、十分袋なんて足りると思ってやってましたから。で、今回も、1つのお宅に1袋足りなければなんとかするんだろうなと思ってました。少なくとも7月に入ってない段階でこれだけね、土の袋もっとくれっていう人がこんなに現れると思いませんでしたので、そんなに我先に急ぐのはなんでかなと思っちゃったんですよね。7月10日の定例会で区長さんに追加でお願いするでもいいと思うんですよ。まあ疑問の残ることだったんですけども、これは来年のね、担当者さんへの課題として450枚の発注じゃ足りないんで500枚にしましょうみたいなことはちょっとねお伝えしていこうかと思います。そして7月の10日の定例会から私もね、基本的には一つのご家庭に一袋なんですよと、足りない分はご購入いただくか、前もってね、土のう袋の配布がある前に、うちはちょっと多めに泥が出るし、ドブも大きいんで5枚使わないとダメなんですよっていうところがもしありましたら、それは6月のね、10日もうすでに袋の発注が終わった後、届いた後ではなくて、まあ、少なくとも4月あたりにね、ご連絡、ちょっとバタバタとしますけど4月あたりにご連絡いただいて、枚数調整をして発注するのが5月って形にしとかないと、とてもじゃないですけども6月10日にもう納品が終わって、袋の納品が終わって支払いも終わった後に、その450枚しかないものの取り合いってことになっちゃうと、これは絶対誰か足りないんでね。だからあらかじめ袋を多めに発注するって形取んないといけないと思いますから、来年からちょっとね、そういうふうなちょっと発注枚数増やす、で増やすためにうちは1枚
では足りないんですよってことをもうあらかじめね聞き取っておかないといけないかなと思いますので、うちは1枚じゃ絶対足りないよってところ、少なくとも5枚くださいよみたいなところはあらかじめちょっとね声を上げていただきたいと思いますし、ドブの大きさって変わらないと思うんで、この10年20年30年今までその辺どうなってたのかなってことをね、ちょっとこうまあ調査はしませんけども、ちょっとどうしたのかなっていうふうに思っちゃいましたね。で今までのことはいいんで、これからのことをやっていこうと思いまして、この動画を撮ってます。でこれからのことを考えるときに、土の袋ね、いろんな状況で足りないところは5枚使うところは10年先も5枚使うと思いますんでね、で1枚で足りるところは10年先も1枚で足りると思うんですよ。ドブが大きくなるわけじゃないですからね。そういう形なんで、皆さんのご協力お願いします。それでは失礼します。